ということで、大阪ジジバオチャンネルも、はい、まあ、また新しいシリーズをね、ここからスタートということで、ジャズ千一夜。関西で活躍されてるね、ミュージシャンに、はい、あのお話を聞いていくということで、はい、第1回目のゲストは、神山崎初美さん。まあ、僕も神山崎初美さんで、まあ、はっちゃんはっちゃんでもう呼んでんねんけど、はい、あの学年は一緒やけど、要するに一つ違いだよね、うん、あの僕が昭和25年4月で、はっちゃんが昭和26年の1月の1月、はい、で井上さんが昭和24年、うん、だから、まあ、みんな一つ違いで、うん、そう同じようなもんや。もうだからはっちゃんとも20代の時のホテルから、うん、ほぼ40何年50年、うん、ほぼ40年、うん、ここはあのジャックローズというで、今日はね、ジャックローズ、どこにありますかと言われると、大阪市北区道島1丁目、2-32トヨタビル5階、はい、ジャックローズ。本来なら今日はライブですね。そうなんですよ。今日はどなたでした？今日はね、ピアニストは実は生田幸子を迎える予定だったんです。でそこにまたあの僕のドラムの生徒で今パンカッショニストになってる伊藤真由美が遊びに来る予定だったんですけど、なんちゅうの緊急事態宣 宣言で今日ライブ中止になってしまいました、はいはい、緊急事態宣言で8時閉店いうことやから、もうそんなもう店は営業できへんわね、うん、8時からですよね。8時から本来ならね、お酒は7時までしか売ったらあかんわけでしょ、うん、ね、むちゃくちゃでございますね。ジャズライブはもう無理、無理ですよね。結局まあ9時までやったらまだまだギリギリ、そう2回は初めて、2回はできた、2回はできたけど、もう8時は無理やね。この1時間ってもうね、もう無理、絶対無理ですよね、うん、はい、うん、だからまあということで、まあ、急遽こういう機会をいただきまして、はい、まあまあ、はい、あの YouTube の花坂ジジババ公式チャンネルというのも、まあコロナのせいでこういう、そうですね、なんかね、動画撮ったりできるようになったから、まあ一つ、まあ、ええとこは、まあ、ええとこ、そうですね、こういうことができるようになったことかな、うん、まあ日曜洋楽劇場は、うん、大塚さんに、はい、いろいろと昔の話を聞かせていただくという、はい、あのシリーズですけども、でそこに淀川さんも登場するわけですね。淀川さんから始まんねんけど、ね、はいはい、毎回毎回淀川さんやったらちょっと飽きてくるから、はい、ちょっと短くしてますね、はい、え、日曜洋画劇場ではなくて、洋画劇場、どっち、洋楽劇場パロディーや、これは面白いですね。ソーインラブが流れて、そう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 、ね、淀川さんが出てるね、そうそうそう、はいはい、いや、もうそもそもやね、そもそもなん、どういう経緯で音楽をやり出したかという話をね、まず八ちゃんからね、はいはい、アマチュア時代、まあ僕も八ちゃんも当然アマチュア時代があるわけで、うん、で僕は高校1年でベンチャーズなんです、うん、はっちゃんはもともとベーシストなの、まあ、いえいえ、その時代ですよね。僕は家にね、親父がもともとね、宮大工だったんですね、はい、それでね、器用に、親父もちょっとギター弾くんですけど、うん、親父が作ったギターがあったんですね、うん、はい、それをまあもちろん我流ですよね、うん、楽譜も読めない我流でこう、うん、ボロボロ弾いてたわけですよね。そうすると今上場さん言ってたように、上場さんってね、うん、ちょっとよそ行きになったけどあのベンチャーズね、そうです、エレキギターがで欲しくてね、そんなん持ってるのが近所には、まあ、同級生もいなくって、僕はあの高砂市伊保町いまいちいうところで、ね、育ちまして、で、その頃はもう不良少年に言われた時代でね、欲しくて親父に言ったら、エルクの、ね、フェンダーストラートキャスターそっくり のギターを買ってもらってですね。エルク？エルク。あの時エルクあったん？あったよ。俺はテスコやったから。あ、テスコもあったけど。エルクあった、ピークワードがストライクのやつね。エルクのやつ でエコーのアンプリバーブがついてね、おうおうおう、ピシャーンこ
これが気持ちよってリバーブいっぱいかけてわかる、ね、えそっから始まります。その前に本当はカルカッシュギターを習いに行ったんですね。あ、そうなんや、はいはい、で、カルカッシュギター弾いてたのでエレキギター持って、あの最初ピックができないから指で弾いてたんですけど、まあ、ピック練習してテクニシャンや逆にこれ、うん、そうです。で、あのギターでこうアマチュアバンドをやりだしたわけですね。まあよくある話ですけど、ベースに欠員が出て、うん、ベース弾いてくれということで、うん、ギターのようにエレベをピックで弾いてたわけですよね、うん、それが受けて、うん、それは当然エレベです、うん、あの頃はそれからヤマハのセミアコ、チェリーレッドのセミアコのベースですね。セミアコースティック、あのちょっと動画ついてるやつね、はい、あのソリッドの話に、そうそうそう、こんな薄いんですけど箱になってるバイオリンみたいな動画ついてる、はいはいはい、せ懐かしいな、そうね、セミアコ、はい、そんな突然ベースやってくれ言われてもできるもんですか。私は音楽全然、まあ、ギターの上4弦、はい、3弦4弦5弦6弦なので、うん、それの1オクターブ低いんですね、音が。だからギターで弾いてるようにこうピクでブジ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 って弾いてたらすごいなって、皆さんどうどうやって弾いてた頃にブチブチって弾いたもんですからね。ちょっと聞いてここで、はいはい、これね、上田正樹とともにヤマハ主催ライトミュージックコンテストに出場、はいはい、最優秀個人賞ベーシスト賞受賞、はいはい、ということでやっぱりそんだけギター弾いてるから、うん、やっぱりすごかったんじゃん。だからね、個人賞、はい、当時シャドウズっていうグループがあって、うんね、ニブランっていうね、そういうバンドには珍しい4ビートの曲があったんですね、そのソロをね全部パクリですよね、うん、そのままピックでブンドゥ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 ン弾いてたんですよね。そうそう、審査員がおすごいね、うまいねとか言われて、ベースの個人賞です、うん、で 上田正樹と一緒に出てるんですけど、演出と1曲とキーボーがその時何歌ったのかな、あの頃はねよく歌ってたのがテルミーとかね、うん、ローリングストーンズ、うん、テルミー知らん、知ってる知ってる、はい、はい、テルミー、はい、はい、テルミーなんか歌ってたね、うん、ステージでひざまずいてテルミーがなバッチュミーで歌ってましたキーボーが。その時は上田正樹は、はい、もうあれですか、プロ、いえいえ、まあ、アマチュア時代、まあ、彼もねザ・スライダーとか福崎高校、うん、あ姫路のね、福崎の、うん、卒業してその頃はね、ニュー関西だったと、ニュー関西だと思います、うん、ダンスホールでね、うん、そのジーパンと、まあ、ヨレヨレの格好でジーパン、穴開いたジーパン、今やったらおしゃれですよ、うん、ほんまにその時はただの貧乏やね、そうそう、貧乏で汚い、擦り切れたジーパン履いてね、で ビートルズやとかそういうのをローリングストーンズとか歌ってましたね。で本来スライダースがインスト演奏だけのバンドなんですよね、うん、あそうなんですか、はいはい、ところがね、またこれね、この懐かしい人もいるかもかな、姫路の人は、バチェラーズというグループがかっこ、まあ、いいボーカリストがいてね、うん、かっこいいんですよ。でこれからインストだけじゃあかんでっていうことで、誰か歌おうとおらへんかい言うた上田を見つけたわけですよ、こんなやつおるで、はい、でその頃はね、太田さんドラムの人がリーダーで、うん、太田さんが上田を誘いに行ったわけです、一緒にやらへんか、うん、やろういうことになって、上田も僕もそういうグループを組んでやるっていうのが初めて、初めて、はいはい、初めてのグループがこう一緒やったんです、このスライダースイーパーです。上田正樹さんは年は2つ上です、僕2つ上、はい、ということは私、はい、えあ、一緒かな、一緒かな、そこが1つ、うん、あれだからね、4年か、うん、あそうか、うん、一緒やな、井上さんと、はい、その頃はだから、姫路の、姫路博覧会のがあってね、うん、それのモノレールが走ったんですよ。あ、知ってる、モノレール、今ケース痕跡だけ残ってるやつ、そうそう、レールだけ残って、先生見そのレールがちょうどもう廃止になって切れて、先生なくなってるとこの下のアパートに住んでました。懐かしいやろな。
あ、そうでない。懐かしいね。あんまりもうお金もない。ないしね、貧乏でね。で、まあ、ある日、この、仕事跳ねて、仕事跳ねてて、まあ、ビアガーデンみたいなところで演奏してるわけですね。で、僕は OS っていうビルが、要するに、姫路城に向かって、今もそうですよ、大手前通りで、ね、で正面に姫路城があって、左側に三洋百貨店、うん、で、右側に OS というね、うん、何ビルかな、映画館があったりもするのかな、上にビアガーデンがあって、うんうんうん、で、三洋百貨店の上で、そのバチェラーズっていう、うん、うまい歌が、歌手がいるバンドがやってるわけ。で、OS で我々スライダーズがキーボードやってるわけですよね。あ、もう両方のところが聞こえるわけですね。で、それ終わって、まあ貧乏ですから、あと僕は山陽電車に乗って伊豊まで帰るわけです。伊豊まで、まあ、2、30分ですかね、どんこ言いましたよね。どんこに乗って伊豊まで帰るわけです。そうすると山陽百貨店の前に、サザエの壺焼きがいて、匂いがして、握り飯と。それでまあキーボード、何本持ってる。もうやっと、サザエのつぶやき1個とおにぎり1個買える、うん、それを半分こしてですね、ね、つまようじ日本語でこのサザエを、ね、それもう落語の鶏うどんみたいな、ちょっと残しててくれよみたいなそうそうそう、お前よく食べ過ぎやとか言いながらね、こうやって食べて、うん、はい、まあ、そんな生活で、でもう電車賃しか持ってないというね。で、何回か帰られへんかって、うん、まあ、キーボード止めてもらいたいけど、そのね、ちゃんなおと一緒に、ちゃんなおと、女の子ね、暮らしてるのに、ね、邪魔したらあかんな、いうのでね、駅のベンチで、寝たりね、うん、若いからできたんでしょうけど、うん、ありましたね。もうその時あれじゃん、ロングヘアじゃん。いや、もちろんみんなロン毛ですよ。みんなロン毛、はい、俺もロン肩まで髪の毛あったしな。ロン毛です。もう事故やから言うけど、なんかおもろい自動販売機のジュース飲んだ事件俺聞いたことないけど、それもね、この夏、そのビアガーデンの夏ですから、で、まあ、でセッティングして喉渇いて、もうジュースも買いたいけど飲めないわけですよ、お金がなくて昔、ご存知ですか、こんな四角い、こういう蓋を開けて、中にこう、迷路みたいな、こうなってて、順番にこう、お金入れると、ここの、こう、入り口のとこがバカッて開くんですよね。で、そう、ほんで、そこまで持ってきて、引っ込むんですけど、それがお金ないから、これ、そう冷えとるわけですよ。これ犯罪飲みたいなーで、キーボード2人でこう見てて、そしたらいろいろその大きな冷蔵庫みたいななんとか牛乳はいろんなもん売ってますから、そこに栓抜きがつ、ね、昔こう吊るしてあったんですよ。もちろんそこら辺にストローもあるわけですよね。で、あ、二人でひらめいて、その栓抜き持ってきて、自動販売機入ってるやつの栓抜いて、ストローでジューッて二人で顔を作って、事故や事故、お前ね、そんなことしましたわ。それを、まあ、去年おととしぐらいかな、キーボードここでやった時にその話をして、もう二人でもう大笑いしてね、おいでおいでまあ事故ですよね。うん、事故やね最高の青春時代、そんなことがありましたね。昔からキーボー、キーボー言ってましたね。まあ、僕はその頃は付き合ってない、上田正樹と、はっちゃんが一番3期やったね。何年ぐらい一緒に？2、3年ですかね。いや、それで何、ヤマハで、その、いえ、どこで賞もらう？ヤマハのライトミュージックコンテストというのがあったんですね。88なんかのまだ前ですね。うんうんうん、はいはい。そこでそうやって、やってるうちに、その、サンテレビ開局ですよね、うん、あの時代です。で、サンテレビから仕事がね、うんうん、ヤングタウンまである。はい、ヤングタウンあったんや、その時ね。ヤングタウンやってた。ヤングタウン早かったね。うん、それで、その、まあ、スライダーズがその、関西
関西まで全国、大会で負けたのかな、うん、落ちたかな。そんなんで番組がね、ヤンタンとか出るようになって、うん、大阪まで毎日放送まで、あの占領下ですよ ね, ねの時代ですよ。みんなで来てね、もうそんなとこで演奏できるだけでみんな嬉しいわけですからね。まだ二十歳やもんな。そうですそうです、うん、